はい、皆さんこんにちは。今日はですね、寒い日ですね。もう外に、立ってるだけで足とか手が痛くなるぐらいなんですけれども、はい、ちょっと収穫が今終わったところでですね、まだあんのか、まあいいや、途中なんですけども、笛で遊ぼうかなと思っております。真っ昼間なんですけどもね、そうですね、雪かな雪がちらついてきたような。どうですかね。ちょっとわかんないですね。はい。そうですね。すいません。まだわかんないぐらいなんですけど、ポツポツとね、なんかちょっと白いんで雪かなと思ったんですけど、はい。そんなわけでですね、今日は真っ昼の間なんですけれども、ちょっとジャズを演奏したいと思います。まあ、そう言われてみると、雪の国に渡るのかな。スウェーデンの民謡からですね、ヒントを得て、まあ、ほとんどそれを、簡略化して作られたメロディーをね、取ってきて、ジャズのスタンダードにもなっちゃった曲があるんですけれども、Dear Old Stockholm という曲を演奏したいと思います。まあ、放題だと、懐かしのストックホルムっていうね、言い方するんですけどね。はい。聞いてください。はい、ありがとうございました。懐かしのストックホルム、リアオールドストックホルムというね。まあ、もともとスウェーデンのね、民謡から取ってきたっていうね、感じの曲で、スタンゲッツが一番最初だったのかな。まあね、ジャズのスタンダードとしてね、とてもかっこいい展開にね、なってる、スタンダードの曲だと思います。はい。そんなわけで、こうしてね、吹いてる間にですね、ちょっとあられっぽくなってきたんですよね。見えるかな？こんな感じですかね。ちょっとね、ケトラの
ちょっと、わかんないかな。でもね、なんか、わかったらいいですね。ちょっとね、小さいので、はい。そうですね、北国の、民謡をちょっと吹いてたら、急に降ってきたということで、寒いはずですね。はい。皆さんも、風にはお気をつけて、毎回言ってるんですけれども、はい。でもね、もうすぐ、春が来ますよ。きっと、絶対。はい、どうもありがとうございました。